バッテンです今日はこちら北海道大学2021年理系第4問の問題をじっくりと解説していきたいと思います前回初見で解くっていう動画を出してまして今回はしっかりした答案の書き方ですとか別解なども含めて詳しく解説をしていきますまだ解いたことない方はここで一旦動画を必ず止めていただいて自力でチャレンジして答案を書いてみてから解説の方に進んでくださいではいつも通り解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきます まず連立全化式がテーマになってまして解く方法っていうのも大事になってくるのでこれは最後の方に解説をしますで今回は形から何か分かることはないかっていうのを検討することが大事になっていきますまず括弧1括弧1は具体的に計算して28となりますで過去に全ての n について示していく問題でしかも全化式が与えられているので数学的機能法を思い浮かべるといいかなと思いますで方法としてはここで2つ紹介します 一つは全化式がすでにあるのは an と bn についてなので cn が偶数であるっていう情報を an、bn の情報に置き換えて考えていくという方法です。でここで示しておかないといけないのは an、bn は自然数であること。まあ、整数でもいいですけれどもここでは自然数になるので自然数であることを言ってそうすると cn が偶数であることと an または bn が偶数であることは同値となのであとはこれを示していきます。 で発想は後で詳しく解説をしますが流れとしては n=k の時 an または bn が偶数であることが成り立つとするとその過程を用いて ak+1 もしくは bk+1 どっちかが偶数になるよということが示されるので機能法が進んでいきます後で詳しく解説をするときに別回も紹介しますが an、bn の話に置き換えずに cn のまま全化式を作って 機能法を使うこともできます。後で詳ししく解説をしますでは、カッコ3。試行錯誤のプロセス自体は前回初見動画で話していまして、詳しい流れについては後であらすじを紹介します。で目的としてはこれですね。CN について直接全化式を作って、機能法で示していくという作戦をいきたいので、こちらの形を作りに行きます。つまり、1つ飛ばしのですね、CN と CN たす2の間の全化式を作って、 まあここが何かしら28の倍数がくっついてくるような形になればまたこの丸がですねここが整数であれば機能法が進んでいくなっていうことを見抜けると OK ですで実際にゴリゴリと計算していくと狙い通りの形が出てくるので機能法が進んでいきますこれで証明完了とで最後に補足として連立全化式をです、ね、解く方法と、まあ、これを実際に解いてから示すっていう方法も最後に紹介したいと思うのでぜひ見てみてください ではここから詳しく解説をしていきますので分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてくださいでは解説をしていきます連立全化式ももろに問題文にドンと与えられてますけれども連立全化式の問題ですでこれはですね解けることももちろん大事です解けることは前提として別に直接解きなさいと求められていない場合は解かずにその全化式の形からですね 何かか情報が分かることがないいののかっていうのを検討する癖こちらも実践上大事になってくるので、まあ、どちらの目も持っておくようにしてください。で連立添化式最初は解かずにですねうまく形を使って示していこうと思いますが解き方については最後にですね詳しく解説をしてそれを使っても今回括弧一1弧二括2三3と進んでいくことができるので最後に紹介します。まずずは解かかかに形から何かヒントを得て 解き進めていく方法を紹介します。まず、括弧1。括弧1は具体的に計算してくださいね。ということで構造をつかませるためのですね。設定を理解させるためのボーナス問題になっています。c2 というのは a にかける b2 なのでそれぞれ a2b にまだ分かってないですが、全化式からそれぞれこちらの形で a1b1 の使った形で表せるので、ここで問題の最初にある a1 が2というものと b1 が1という。 この情報を使うと計算ができます。答えは28になります。では括弧にですね、今回何を示せと言われているかというと、全ての自然数 N について CN が偶数であることを示せという、いわゆる全照明題になっています。全ての N について示すって言われると、まあ、直接示すのか、もしくは機能法を使って示していくのかっていう、まあ、大きく二つ方法があるんですけれども、今回特に全化式が与えられていると、 全化式というのはとても機能法と相性がよくてつまりいろ、まあ、んな形はありますけれども例えば n と n+1 の間の関係を全化式というものは定めているわけですなのでこれってまさしく機能法のプロセスと一緒ですよね n の時何かが成り立つと仮定すると n+1 の時それが成り立つことを示していきたいそのための式としてこの全化式っていうのが威力を発揮してくるのでとても相性がいいです という2点から機能法でいこうかなという発想が生まれてきますで問題になってくるのはそこではなくて機能法をどう使うかですねどういう機能法を設定すればうまく証明が進んでいくのかここが大事になってきますで今回 cn に関する全証明題を示していきたいとということなんですが cn については直接全化式があるわけではないと、まあ後で見るように作ることはできるんですけれども、まあ、パッと見 cn に関する全化式ではないと ということで Cn ってじゃあそもそも何だったかというと An×Bn でした。でこの An と Bn に関しては全化式があるんですね。問題文で与えられています。まあ、なので Cn が偶数だよっていう情報を AnBn の情報に置き換えることができればその AnBn については全化式があるので機能法を進めていきやすいんじゃないかという発想でまずはその置き換え作業を行っていきます。 そうすると cn が偶数っていうことは今回これはしっかりと言う必要がありますが an と bn はどちらも自然数まあ整数なので an が偶数になるかまたは bn が偶数になるかと言い換えることができます。こことても大事です。anbn が整数じゃなければ例えば2 ×二分の1だったら片方がたとえ偶数であってもかけた値が偶数になってこないケースがあるのでこれらが整数だからこそこの言い換えが成り立ちます。 じゃあ、AN が偶数または BN が偶数であることを示せばよくてこれを全化式と機能法を使うことによって示していくという回答の流れになっていきます。あとで別解としてこの CN の全化式を組み立てて CN 主体で議論していく方法も紹介します。じゃあ、ここから答案が始まっていきますがまずは今話した前提ですね。AN と BN が整数であることを示します。ここはあまり実践上ですね。時間を使う場所ではないので。 サクッと答案では書いていてますつまり A1B1 が自然数ですよと。でさらにこの全化式の形を見ると An+1 というのは 2An+3Bn で Bn+1 というのはこの形なので AnBn が自然数だったらもちろん An+1Bn+1 も自然数になります。ということで、まあ、ここではですね全化式よりと書いていて機能的にっていう、まあ、便利ワードを使って AN と BN は自然数であることをサクッと示していますもっときちっと議論しようとするともちろん数学的機能法のですねあの例のフォーマットに従って書いていったらいいんですが、まあ、ここではメイン部分ではないのでこれぐらいで十分かなと個人的には思いますでこれによって言えることは何かというとこっちはとても大事ですがなので CN が偶数であること今回示したいことと AN または BN が偶数であることが同値になります じゃあ、これで目標が設定されたわけで、これをどう示すかという発想の部分に移っていきます。で、さっき話したように、もちろん全化式を使っていくわけで、この全化式とうまく機能法を組み合わせて示していきたいと。じゃあ、どういう頭の使い方をしていくかというと、機能法とこの n と n たす1の間の全化式っていうことで、じゃあ、n の時に成り立つとすると、 つまり an か bn が偶数だった場合この全化式から何が読み取れるかというと例えば an が偶数だったらこの下の式から 2bn っていうのは必ず偶数なので bn+1 が偶数になるなとでも逆に bn が偶数だったらこの上の式から 3bn が偶数になって 2an が偶数なので an+1 が偶数になるなあ確かにこれで n+1 でも成り立つなということが見えてきます これによって機能法が進んでいくなということが見通せると答案が進んでいってここからまた答案の続きですがまずは宣言ですね自分が今何を考えるのかっていうのを宣言しています。AN または BN が偶数である、まあ、この命題を保守と置いています。まあ、これですね後で何回も出てくるので機能法の時特にですね何回も出てくるのでこれ記号化しておくと記述が楽になります。でこのことを数学的機能法で示しますよと宣言をしています。 ではさっき考えたみたいに n で成り立てば n たす1でも成り立つっていう、まあ、1, 個ずつ1個ずつのですね機能法になっていくのでまずは初手 n イコール1の時の成立を示します n イコール1の時 a1 が2で偶数なんでこの星印は成り立ってますよ、まあ、ここが楽ですよねもう星印で書けばいいんでいちいちこの命題を書かずに済むので記述が楽になりますでは2つ目、まあ、メイン部分ですが n イコール kk は自然数と イコール、K、の時にこの命題が成り立つとします。この時つまりどういうことかというと AK または BK は偶数ですよということがまず仮定として言えていますじゃあそれぞれ AK が偶数の時っていうのはさっき全化式で眺めていたようにこの全化式ですね BK プラス1イコール AK プラス 2BK なんで,で AKBK っていうのは自然数なので ここが偶数で 2bk っていうのも偶数になるよなので bk プラス1は偶数だよと言えます逆に bk が偶数の時っていうのは上の全化式ですねこちらの全化式使えば同様に 3bk っていうのは偶数になってくれるで 2ak っていうのは ak が自然数なのでこれも偶数よって ak プラス1が偶数になりますどのパーツも欠かすことができないのでぜひ論理の流れですねしっかりと把握してくださいよって AK または BK が偶数だったら AK プラス1または BK プラス1も偶数になります。これで機能法のボディの部分ですね。これが示されましたよと。よって以上2つの N イコール1で成り立つ、N イコール K で成り立つとき、N イコール K プラス1で成り立つことから全ての自然数について今回示したい命題は示されましたと。よって CN が偶数であることが示されます。これで証明完了です。では別解として、 今は全化式がもともと作ってある ANBN に関する情報で攻めたわけですね CN の話から ANBN に戻っていったですけれども今回示したいのは CN についての前哨命題なのでこっちでむしろ全化式作っちゃおうよとそして CN でもう直接機能法を使って示していく方法を紹介しますつまり何が欲しいかというと CN+1 と CN の関係式ですね隣接二交換ですね このに全化式を作っていきます。じゃあどうすればいいかというと、こちらからですよね。cn+1 から作っていけそうです。つまりこれが a n 1かけ b n 1なんで、これらをそれぞれ an と bn の形に持っていけば、ここから cn を作れるんじゃないかという発想です。で展開して、ここが cn ですね。じゃあ残りの項をどうするかというと、これ2でくくれて、この an2 プラス 3bn2 って、 ここもまたやっぱり自然数になってくれるのでこれが偶数になってくれるということがありがたくてつまり cn+1 っていうのは7る c n プラス偶数になってます。ということは機能法のボディー部分ですね cn が偶数だったらここが偶数になって偶数プラス偶数なんで cn+1 も偶数になるよということが言えるので c 1が偶数あ c 1っていうのは2る1で2なので c 1が偶数。 で、1個前が偶数だったら次も偶数っていうことが今示されたので、これで機能法が進んでいって CN が偶数であることが示されます。この方法でも OK です。が、いずれにしても、まあ、最初の発想の部分ですねえ。なぜ数学的機能法を思いつくのかえ、じゃあ数学的機能法をどう使うのかについてどう考えるのかえというのを頭を整理してみてください。すごく、まあ、よく出てくるテーマですし、前証命題の証明ですね。一回理解しておくと、 本番スムーズに解けると思うのでおす,す,めですではカッコ3カッコ3が少しハードルのある問題ですが試行錯誤詳しい試行錯誤ですね初見でどう解くかっていうものは前回動画で出しているので是非こちらも見てみてくださいここでは自分が考えた時の試行プロセスのあらすじだけ紹介しておくと C2 についてはカッコ1で計算してますよとで 287×4A2 が7で B2 が4 でででで、確かに28の倍数です。で偶数の時に28の倍数であることを示せという問題なので次もちろん C4 を求めてみたくなりますよね。で頑張って求めてみたんですけれども別に C2 との類似点が見えないんですね。もしこれがやっぱり A4 が7の倍数で B4 が4の倍数でしたよとか。 ととなってくると結構厚いですよね。つまり C 2の時も A 2が7で B 2が4だった。で C 4計算したら A 4が7の倍数で B 4が4の倍数で確かに28の倍数になってたよってなるとじゃあ何を示していけばいいかというと a N が偶数の時に A n が N の7の倍数で BN が4の倍数であることを、まあ、調べていけば良さそうだなっていうことが見えるんですけど、まあ、そう世の中は甘くなくて。 類似点が見えなかったよと見えなかったので AN と BN 使って括弧2と同じようにですね AN と BN については全化式があるのでその全化式使って機能法っていう作戦はここで諦めますつまり今回も前証明題 N が偶数の時ではあるんですけれども偶数の全ての N について成り立つことを示すのでしかも全化式があるので機能法についてはおそらく使うだろうという見通しは立つんですけれども カッコで考えたようなこの AN と BN の情報に置き換えて議論するのは難しそうだと、まあ、類似点がないので何を示せばいいかがよく分かんないのでこれは諦めますじゃあ作戦切り替えてどうすればいいかというとこっちですよねさっき別回で考えたように CN について直接全化式を作っちゃうで CN に関して機能法で直接示すという、まあ、こちらの方法でいこうという作戦が生まれてきますじゃあどういう全化式だといけるか っていうのを考えると今回この cn で偶数である n 全てに対して成り立つことを言いたいっていうことは1言ばしなんですね。c2 c4 c6… と,ということは機能法のメイン部分を考えた時にどういうことを示していけばいいかというとある偶数で成り立った時に次の偶数でも成り立つことを言えばいいよと。これが 機能法のメイン部分になってきそうだということは1個飛ばしですよね cn が分かったときに1個飛ばしで cn たす2の情報を知りたいので全化式の形としてはこちら c n かける整数プラスここが28の倍数になってくれればこういう全化式が作ればある偶数 cn で OK、まあ、つまり28の倍数だったときに28倍じゃなくて28の倍数ですね。 だった時に、このの化式から次の偶数、つまり Cn+2 の時もここが28の倍数こっちも28の倍数だったら Cn+2 が28の倍数であることが言えますよねとこれで機能法が進んでいきそうだなっていう道筋が立ちますただまだこの形にうまくですね全化式を作れるかっていうのは分からなくてここでとりあえず手を動かしてやってみようっていう発想ですね じゃあさっきと同様で cn+2 から出発をして a n 2る b n 2ですがこれを an と bn の形に持っていきたいとそうすれば cn が現れるだろうっていう希望的観測ですねこれで処理をしていきますそうするとまずは an+1 と bn+1 の形に整理でここからさらに1段階下げて an と bn の話に持っていくとこちらになりますそうすると an、bn っていうところが cn になってくれるので 97×cn プラスありがたいことにこことこことが見事に28の倍数になってくれるよとこれでねい通り一言トしの全化式が理式できましたじゃあ答案としては、まあ、さもこの式がですね突如現れたかのように、まあ、うまくこういう変形できましたねとじゃあこれを用いますよと n が偶数の時に cn が28の倍数となることを、まあ、これを用いて数学的機能法で示していきますっていう 骨格の部分が始まりまりす機能法の骨格としてはイメージはこういう感じですね。n が偶数のとき全ての偶数に対して示したいので初っ端は n イコール2。で今見たように n イコール k で成り立つとしたときに n イコール k プラス2でも成り立つつまり28の倍数になるっていうことを示していきます。じゃあまず1つ目のパーツは n イコール2のとき。カッコ1から c にイコール28なので28の倍数。でボディー部分 n イコール l で l は2以上の偶数とします。 の時にダブルスターが成立つまり CL が28の倍数であると仮定します。これが機能法の仮定。この時、最初に言った全化式から CL プラスにも28の倍数になるよ。まあ、ここの AN 2乗プラス 3BN がここが自然数だからですね。なのでこっちが28の倍数、後ろも28の倍数、よって CL たすにも28の倍数になります。なので N イコール L プラス2の時っていうのも ダブルスターの命題は成立しますよ。これで機能法が進んでいって全ての偶数 n に対して cn は28の倍数でなることが示されます。これでカッコ3まで終了です。じゃあ最後に連立電化式を解いて考える方法を紹介します。連立電化式、まあ、誘導付きで,です、ね、解かされることも多々ありますが、まあ、誘導なしで自分で変形して解けるということも大事なのでここでぜひ身につけておいてください。つまり発想は何かっていうと まあこういう2つの連列変化式がです、ね、与えられた時に作りたい形としてはこちらになります。an プラス何かしら倍の bn っていうこの塊ですねでこれを連続するように1個先の形が現れるようにでここが何かしら定数の係数がくっついていて an プラス何とか倍の bn っていうのが等比数列になるような形で整理できないかっていうのを考えていきます。 まあ今回、a+1 の係数1で固定してますけれども、まあ、この形によってはですね、柔軟に置き換えていけばいいかなと思います。じゃあ、こういう形にしたいなということで、a+1+,p 倍の bn+1 っていうのがどうなるかっていうのを確認しに行きます。そうすると、まあ、今やってきたことと同じような流れですけれども、a+1 と bn+1 をそれぞれ an、bn の形に整理して、書くとこちらになります。 ここで無理やり p プラス2っていうものでくくってあげると an プラスこちら p プラス2分の 2p プラス3る b n っていうのが出てくるよとじゃあこの目指すべき姿と一致させるためにはここが p 倍なのでここが p 倍になってればいいとなのでこの方程式をですね解いてみますこれ解いてみると p が2つ出てきましたよとじゃあこれを使って変形することができて、まあ、この2つの場合の p の時に この全化式どうなるか調べるとこれとこれですねこのような形で変形ができますそれぞれ an プラスルート 3bn という数列が等比数列になってるよあるいは an− ルート 3bn っていうものが等比数列になってるよとで公比の部分がめんどくさいんでこれ αβ と置きますそうするとそれぞれ等比数列の一般項を出してあげると、まあ、きれいにここがですね αn 乗と βn 乗になります よってあとはこの2つを連立すれば AN と BN の一般項が求まりますよとこれで連立全化式は解けますえまずはこの連立全化式の考え方を整理してみてくださいじゃあ今回この一般項をまあ求めたとしますうまい方法を思いつかずにあ解けるじゃんって言って一般項を求めましたよとじゃあその後かっこ2、3、CN が偶数であることを 偶数の n に対して cn が28の倍数になるあることをどうやって示していくかという問題でそうするとメインテーマは cn なので cn をとりあえず計算します。an×bn で渡差の積で2乗の差となるので α2 乗と β2 乗をとりあえず計算しておきますそうするとそれぞれ7プラス4ルート37マイナス4ルート3でそれぞれガンマデルタと置いておくと cn イコールこの形となります めんどくさいんでアルファベータとかガンマデルタはそのまま行けるとこまで行って代入が必要であれば最後に代入をするっていうのが鉄則になってきます。で発想としてはさっきと一緒でこの全化式ですねで直接作っちゃおうと思います。そうすると Cn+2 すっていうところから出発をしてそうするとガンマ n+2 乗マイナスデルタ n+2 乗になります。でこれはやったことある方も多いと思うんですけど、まあ、プラスバージョンでやったことある方が多いと思います。 これは実は α プラス β×αn プラス1乗プラス βn プラス1乗で何があまりとして出てくるかというと αβ×αn プラス βn 乗になるとなのでこの αn プラス β の n 乗が何かしら an っていうまあこういう数列だと見るとこれって3交換になってるんですねここが an プラス2ここが an 1でここが an と。α プラス β とか αβ これは定数ですねで。なのでこういう対称式の全化式の倫式っていうのはこれはこれで品質なので是非押さえておいてください。参考感が作れるよと。で今回マイナスですけれどもこれもうまく参考感の全化式が倫式できてでまずはガンマプラスデルタ×ガンマ n プラス1乗マイナスデルタ n プラス1乗。 そうするとまずこの形が作れますよと。でも余計なもんが出てくるのでそれをさっぴく必要があって実はマイナスガンマデルタ括弧ガンマの n 乗マイナスデルタの n 乗ここはうまく同じ形を作っていく必要があってあとは帳尻合わせていくと符号で帳尻合わせたりしていくという発想になります。そうするとガンマプラスデルタとかガンマデルタっていうのは具体的に計算するとすっきりした形になっていて。 でここで4ルート3分の1かけるこの n プラス1乗マイナス n プラス1乗は cn プすス1ですねで同様に4ルート3分の1かけるこちらガンマ n 乗マイナスデルタ n 乗これは cn ですなので cn プすス2イコール14かける cn プすス1マイナス cn っていう見事に参考感が理歴できましたこれで機能法が進んでいけそうですねえつまりカッコにはどうやって示すかというと C1 C2 は偶数でしたよとで今の参考完全化式から CnCn+1 が偶数の時 Cn+2 も偶数になります参考換なのでさっきとは違って前の2つを仮定して次が示されるっていう機能法ですねでこれで2過去2は終了でッコ2から Cn+1 っていうのはまあ偶数になってくれるので Cn+2 っていうのは1 4る c n 1ここは28の倍数になりますよねと そうすると Cn2 すイコール28の倍数マイナス Cn となるので一向きですね Cn が28の倍数だったら Cn2 すが28の倍数であることが言えますこれ書き間違えてますねちょっと略します C2 が28の倍数で Cn が28の倍数だったら Cn2 すっていうのは28の倍数になってますねとこのこの全化式からですねえなので同様に こちらもも機能法が進んでいってかっこさも示されますという形で別に全化式をですね連立全化式を解いても解くことはできるんですけど今見たように処理が結構大変になってくるので、まあ、今回は解かずにですねえ形から議論していく方法っていうのが、まあ、スマートなきれいな解き方になるかなとは思いますがもちろん解けること自体は大事なので是非最後の別解も合わせて理解をしてみてください。 そうすると1問から得られる学びがですねどんどん増えていって、いい過去問演習ができると思います。では今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。